こんにちは、柴田です。今回はギブソンメロディーメーカーのレビューです。このメロディーメーカーはギブソンの中でもかなりお安く手に入れることのできるギターです。なるべくコストがかからないように作られたギターなんですけれども、個人的にはですね、結構好みの音です。ギブソンには珍しくシングルのピックアップが載ってるんですよ。もうこれだけで逆に避ける人もいるかと思うんですけれども、僕はですね、かなり興味津々で、どんな感じなんだろう、ギブソンのシングルピックアップってどういう音がするんだろうというのはですね、ずっと気になっていて、今回千葉管楽器さんからお借りいたしました。パッと握った感じはですね、ボディがかなり軽いです。ギブソンといえばレスポールのイメージがあるんですけれども、それと比べると相当薄いボディです。もうほんとソリッドという風な感じです。でもボディは薄いんですけど、ネックはね、しっかりと太い。この辺はね、やっぱりギブソンのこだわりでしょうね。ヘッドの形が非常に特徴的で可愛いですよ。すごくスリムな感じです。ペグはギブソン製となっております。メロディーメーカーというとなんか近代的な感じのギターかなというふうな印象があるかと思うんですけれども、実はですね、1959年に第1号がですね、リリースされてるんですよ。実は相当古くからある由緒正しきギターなんです。コストがかからないように作られているんですが、まあ、そのワイルドさがね、僕は逆に良くて、まあ、塗装はね、一発塗りという風な感じでちょっとね、ざらつく感じはします。でもこれがね、逆に木っていうか木材っていう感じがして、個人的には好きですね。そして座繰りもですね、ストラトのような感じで、ギブソンって裏にあるじゃないですか。サーキット関係はここに入ってるんですけれども、これね、表のピックガードの中に入ってるんです。まあ、このあたりの構造もコスト削減につながってるんだと思います。で、肝心の音なんですけれども、すごいですよ。シングルなんだけどギブソンっぽいという風な感じで、まあ、これ1本だけで鳴らしてもいいんですけど、比較対象がね、何かあった方がいいかなというところで、今回ですね、ダンカンのピックアップを載せているテレキャスと比較してみたいと思います。このメロディーメーカーはボディもネックもマホガニーです。比較対象のテレキャスもマホガニーのボディになってます。テレキャスこちらになります。ピックアップはセイモアダンカンの STL-1、 ヴィンテージ系のピックアップなので、そんなに出力があるわけじゃないんですけれども、このダンカン STL-1 とメロディーメーカーのギブソンのシングルピックアップ、全く別物なので、ぜひぜひこの後音お聞きください。